一緒にトレーニング始めましょう。まずは足を大きく後ろに引き、蹴る蹴る、これを連続で繰り返します。次は反対の足です。たるんだ足の脂肪を燃やしていきましょう。次は床に手をつけてしゃがんでジャンプ、手をつけてしゃがんでジャンプを繰り返します。結構辛いですが最後まで頑張って。次は膝を曲げ、ジャンプ、曲げる、戻す、曲げる、ジャンプ、曲げる、戻すを繰り返します。足がかなり鍛えられているのがわかると思います。最後まで頑張ってください。次は床に手をつけて足を胸の前に上げる、曲げる、上げるを繰り返します。腕や体全体が鍛えられているのを感じれると思います。次は反対の足です。結構きついですが最後まで頑張ってください。最初の動きに戻ります。蹴る、曲げる、蹴る、丁寧に行いましょう。ラスト、反対側です。足が細くなるように丁寧に蹴る、曲げる、蹴る、最後まで頑張りましょう。ラスト10秒です。お疲れ様でした。できる方はもう1セット、できない方も毎日続けて少しずつ慣れていきましょう。